皆さん、お晩でございます。本日はこのように多くの皆様の参加のもとに久慈秋祭り前夜祭が盛大に開催されますことを心からお祝い申し上げます。今年もご覧のように見事な手作り出しを威勢の良い神輿が勢ぞろいいたしました。お忙しい中、制作に当たられました各組の組頭さんをはじめ関係者の皆さんに心から敬意を表します。さて、私たちは豊作で湧いた年はもちろんのこと、辛くて厳しかった時にもこの秋祭りで元気をもらい乗り越えてまいりました。今年は特にも3月11日に発生した東日本大震災により投資にも甚大な被害があったところであり、地域経済は水産業をはじめ雇用環境など大変厳しい状況が続いております。どうか皆さんには大震災以前の活気とにぎわいを取り戻せるようこの秋祭りを大いに盛り上げていただきたいと思います。最後に、久慈秋祭りの開催にご尽力を賜りました実行委員会の皆様をはじめ関係各機に対し感謝を申し上げますとともに、ご参会の皆様、どうかご存分に久慈秋祭りをお楽しみください。どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続いた久慈秋祭りが
震災の年にも続けられます。久慈には久慈が久慈である限り久慈秋祭りがあるのだと思います。それでは皆さん、餅まきをよろしくお願いいたします。5番でございます。当番組の本庁組でございます。東日本大震災は久慈市も沿岸部を中心に大きな被害を及びしました。今回の事態を踏まえ、久慈秋祭りも開催について議論されましたが、最終的には全組が三社大社へ出汁を奉納することになり、無事に前夜祭を迎えることができました。関係各皆様に感謝申し上げます。我々は今後も被災地復興祈願のため力を入れて取り組んでまいります。どうか皆さん、応援の方よろしくお願いいたします。本部の方は本庁組本部長橋本博が務めさせていただきます。メガネかけて금샘노
おはようございます。辰巳町組です。辰巳町組より1ヶ月遅く出汁作りに手をつけました。みんなが心の中に一日の早い復興をっていう思いで丹精込めて作りました。そして今年のスローガンであるように元気を三陸に、元気を辰巳町からという思いで制作いたしました。どうぞ辰巳町組の意気込みを感じられたらと思います。では温度の方に移ります。温度の方は今年の温度長戸立正人よりお願いいたします。いやれよがいえいあびょだしにかんがThank you.
お番でございます、備前組の今年から、組頭を仰せつかりました小倉俊之と申します。大川目町備前組はですね、今年で手作り出しをして12年目となります。12年目にして初めて、9月11日にですね完成式をすることができました。出しはですね、疫病天災を鎮める富士浄化の祈りと題しまして、この 3.11 の震災の復興祈願と、それから、山車に向かって右側は、牛に俵を積んだ豊作祈願、そういった備前組の若いのですね、熱い思いがいっぱい詰まった山車でございます。また見返しは、浦島太郎でございます。また山車の運行と同時にですね、今こちらにおりますが、飢えた虎とそれから駒をですね一緒に乱舞をお見せしたいと思いますので、どうぞ お通りお帰りにはぜひとも可愛がっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それで本日の温度はですね、ご覧の お目にかかったことがあるかもしれませんけれども、先日ののど自慢で惜しくも鐘2つの頑張れの下畑が温度なので、よろしくお願いいたします。17番夕焼け雲、どうもありがとうございました。先日 NHK ののど自慢に参加させていただきまして本当にラッキーでございました。その折何て書いてあるかわからないっていうお声がたくさんあったので、ここでご披露しましょう。みんなの会いたくて背中の方に頑張っている字が書いてあります。この文字は、山口八幡宮の宮司であります山口満さんに書いていただきました。また市長さん、私のために先週はどうも応援ありがとうございました。その折県内外の多くの被災地から参加されていた方々にお話を聞くことができました。いろんな熱い思いで復興へ向けた思いで参加されている方々でした。ある方は家が流され、祭りもできない。ある方は家に帰るのももう10年20年先になるかもしれない、そういう思いを込めてあののど自慢に参加されておりました。また私が先週、山口八幡宮の祭礼から1週間祭りですと言ったら、祭りができるなんてすごいじゃないか、みんな無事に最後まで頑張ってくれと被災地の方々から応援をいただきました。それに応えるためにもその思いを温度に込めて皆様にお届けしたいと思います。どうぞ思いを受け取ってください。それでは
す。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お晩でございます。2組でございます。私たち2組はこの3月の巨大津波に山車製作小屋が飲まれました。山車は泥と瓦礫にまみれ、とても今年の秋祭りには参加は不可能だろうと思いました。しかしながら本当に多くの皆様から温かいご支援、ご起立をいただき、なんとかこの場に戻ってくることができました。この場をお借りいたしまして、ご支援いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。今年の私は東北の復興を願い当てる日とさせていただきました。見返しは恵比寿港でございます。またサイドの安どんには復興の祈りを込めて折り鶴を散りばめました。どうぞご覧になってください。温度の方は2組若者連温度頭津谷千重春よりご披露申し上げます。にゃI'm sorry.
お番でございます。中組組頭を今年から務めさせていただいております松川と申します。よろしくお願いいたします。中組は今年震災があり、最後まで自粛した方がいいんじゃないかということで決めておりました。しかし運行部会を開き、被災した二組さん出すと、お祭りを出すと、出汁を出すということで、中組はこのその中で出さないわけにはいかないと思いました。今になってみるとやってよかったなと思います。別れに一度一生懸命作った出汁をご覧ください。今年の出汁は題材は去年と一緒ではありますが、スーパー歌舞伎京劇利用です。人形の配置をすべて変えました。若連のみんなの力で今日のこの日に間に合うことができました。感謝の気持ちを込め、皆さんにお礼を言いたいと思います。ありがとうございました。今年の中組の音頭は五輪和彦です。アーリュー